マサチューセッツ工科大学 MIT にやってきました。正面のビルは MIT の、ランドマークである、ロジャーズビルです。堂々とした円柱が威容を誇っております。ここはロジャーズビルに入った1階のホールで、非常に広々としたところで、またあの太い円柱がとても印象的です。かなり吹き抜け、3階まで吹き抜けになってまして、広い空間があります。まあ、学校というよりも何か宮殿といった感じでしょうか。非常に立派なエントランスホールですね。ここは中庭のようなところですけども、なんとも広い、キャンパスというか中庭というか、サッカー練習場といいますか、あのゴルフの練習もできそうなくらい広い。青々とした芝生に覆われたところですね。お昼を過ぎてだいぶ温度が上がってきまして、27、8度あるでしょうか。やっぱ夏休みということで、子供というか家族連れで遊びにといいますか、訪問行ってらっしゃるという、こういうような感じです。これはあの、ロジャーズビルになります。はい、こんな感じですね。これもあのロジャーズビルの側面からですね、広大なキャンパスが広がっています。廊下の掲示板にはたくさんのカラフルな掲示板が並んでます。日本の大学も多少張ってますが、こんな感じではないですね。ここはちょっと小さめの教室ですね。これから授業が始まるんでしょうか。生徒さんが何人か入ってきました。ここはパソコンの、学習室でしょうか。パソコンがたくさん並んでまして、勉強できるような雰囲気になってます。これから撮影する立体アートは、20世紀のイギリスを代表する芸術家であり、彫刻家であるヘンリー・ムーアの作品なんですが、題が横たわる3つに分かれた人体とでも言いましょうか。彼はあの横たわるそういう人をモチーフにした作品が多いということで有名で、体のあちらこちらに穴が開いているということも特徴だそうです。これは1976年に寄贈されたものだそうです。それで作品を見てみましょう。
これは作品の全体になります。左にやはり胴体頭、がございまして、でこの部分がそもそも何なのか、ちょっと分かりづらいんですけども、で先ほども言いましたようにヘンリー・ムーアの作品は胴体に、風穴が開いてると言いますか、そういうことも一つの特徴ということだそうなんですが、こんな感じです。全体像ですね。全部を、見ることができないんですけど、向こう側にもう一つ、スリーピーシーズのもう一つが見えますけども、とぐるっと見てみます。ここに体に穴が開いてます。専門家でない私はこれが何を意味するのかちょっと申し上げられないのが大変残念なんですが、でここに3ピーシーズのワンピースがここにあります、はい、でちょっと360度回ってみましょうか。どうもこちらが名板がここにありますので、こちらがどうも正面のようなんですけどね、ちょっと逆光で見にくいでしょうか。でちょっとぐるっと回ってみます。こんな感じですね。私は最初に見た時にこれは、どうもウサギの頭に見えまして、これがウサギの、耳に見えたんですね。皆さんウサギにこれ見えませんか。これは横たわる、3つに分かれた人体なんです。ウサギではありません。ちょっと全体もう一回見てみましょうか。偉大な芸術家の作品はそう簡単にわからないということかもわかりません。この MIT には大きな立体アートを3つほど見てきましたけども、もうなかなかこの MIT 特徴づけるそういう存在であるなという感じがいたします。この巨大な立体アートは、ビッグセイルと呼ばれているものでして、アメリカの彫刻家、アレクサンダー・カルダーという方の作品でして、1965年に、制作されたそうです。これは鉄でできているそうですね。なんとも、MIT にふさわしいというか。でこちらの大庭はまた割と背の高いビルが建ってます。こんな感じですね。
でキャンパスが行くわけですね。違う角度から見た、ビッグセールです。この立体アートは、イーソップスフェイブルズと、イソップ物語という題がついてるんですけども、アメリカの、抽象表現主義の彫刻家であるマーク、スベロ氏の2005年の制作の作品だそうです。キャンパスの真ん中にドカーンと、こういうアートがあるというのも MIT にふさわしいのかなという感じがいたします。学内は夏休みということもあるのかも分かりませんが、あちらこちらで工事が進行しておりまして、結構工事の音がします。ぐるっと回ってみましょうか。キャンパスの、夏休みですけども、まあ、日常といった感じでしょうか。この立体アートは大学創立150年を記念して作られたもので、錬金術師という名前で呼ばれているものです。なんとも不思議な感じのする立体アートではあります。